皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表夫婦生活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の夫婦って何の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた夫婦生活にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、今日もお便り寄せられておりますので、はい、ご紹介いたします。植草先生、木月さん、いつも楽しく拝見させていただいております。28歳既婚女性です。はい、世の独身女性に辛口アドバイスをお願いします、うん、はい、私は友人と女子会をする機会があるのですが、うん、その中で私だけ既婚者なので、うん、婚活相談を受けることが多いです。なるほど。もちろんプロではないということを前提で、うん、友人として真剣に相談に乗っています、うんうん、みんな有名大学出身、年収は500万円以上、うん、実家も裕福、私業というそこそこ高学歴な女性たちです。まあ、はい、CEO さんというのはあれですね、はい、弁護士さんとかそういった方ということですね、はいはい、その子たちが求めているのは共通して、うん、年齢は35歳まで、うん、初婚、うん、身長170センチ以上、うん、年収800万以上、うん、早稲田慶応大学以上、うん、誰もが知っている有名企業勤務、うん、もしくは同じく私業、うん、顔は普通、うん、性格良好、うん、家庭に問題がなく、うん、同居不可、うん、首都圏在住、うん、結婚後は専業主婦かパート希望、うん、ハゲデブは NG、うん、ということです。私が妥協するとしたらどれ、うん、と聞くと、うん、共通して顔はイケメンじゃなくてもいい、うん、身長も170センチギリギリなくてもいい、うん、と妥協点まで共通しています、うん、でも実際は顔のハードルはすごく高いです、うん、結婚は安心感が一番重要だから、こんな完璧な人じゃなくてもいいんじゃない、こんな人いないよと聞くと、ときめきがないとキスとか妊活とか絶対無理、結婚に妥協はできないと言われます、うん、ちなみに本人たちは付き合ったこともないぐらい恋愛初心者ばかりでルックスも波です、うんうん、私は考えが甘すぎる、もっと現実を見た方がいいと感じています、うん、はい、このままだと独身で売れ残りそうな予感です、はい、よく男性は年収、ステータス、女性は年齢、美貌で価値が決まると耳にしますが、はい、特に高学歴女子で現実的にこれを理解している女性が少なく感じます、うん、植草先生の客観的意見をお聞きしたいです、うん、もうさ得意不器や もうねこういうそうこういう作ってないですよね。これすごい、みんな作ってるって言ってますから、ね、うん、あのね、この方まず28歳でしたっけ。でこの方は28歳の既婚の方、ね、で唯一結婚されたんだろうね、はい、で他の人たちはドリームだから、ドリーム、夢から目が覚めてないから、はい、で恋愛もしてないし、うん、別世界の人間なんですよ、まず、はい、うん、別世界。28歳で結婚してる人っていうのは地に足がついていて、ちゃんとその現状を分かった上で、まあ、出会いもあったし、いろんなことがあってうまく結婚できた。で結婚できてない、恋愛してない人たちっていうのは、正直このまま行ったら結婚できないんじゃないかっておっしゃってるけど、間違いなく全員結婚できない、うん、できない、できない、この友達は。じゃあこのね、うん、共通して言うこのいっぱいさまざまあった、そうそうそう、これをクリアできる女性のタイプはどんな人ですか？っていうかさ、恋愛したこともないのにこんなスーパーエリート自分が結婚してもらえるって思ってることがずうずうしすぎる、うん、どの顔して言ってんのか顔が見たい、うん、そもそもでさ、うん、何ハゲじゃなくてデブじゃなくてとかって言ってんでしょ、はもう絶対無理みたいな。でさ、35歳まででしょ、35ぐらいだったら髪の毛も薄くなってくる人いっぱいいるし、うん、ね、でお腹も多少なりともね出てきたりするし、うん、それからね170センチ以上って言ったでしょ、うん、170センチだいたい平均身長なんですよ。ということは半分、そう、半分ここでいない、うん、それから年収800万以上の独身の35歳がこの世に何人いるか、何%くらいですか？何パーセントも何も、だいたい未婚男性の30代の全国の平均年収は350万台ですよ、うんうん、400万以内でしょ、はい、それの2倍言ってんの、うん、ね、ずうずうしにも程があるの、うん、でかつ、うん、かつでしょ、この方たちって有名大学卒業してるんでしょ、この方たちもね、で年収500万だよね、うん、なんで働かないの？
なんで結婚したらパートなんでしょ。で結婚したらこの800万の男性にぶら下がろうと思ってるんでしょ。ずうずうしいのよ。何のために大学行かしたの親は。親の気持ちです。親の気持ち、ずうずうしくない。だって稼がないで自分は。でもね、変な話ね、この方たち修行だったらね、うん、その婚活せんでも、うん、社内恋愛、婚活もそう社内恋愛をし、うん、すれば、うん、あるでしょ。28でしょ。社内恋愛は就職して1年目2年目でもう終わるの。そうだからそこでね、うん、破れたわけじゃないですか。そう破れたの、うん、あのねこの方たちさルックスも波じゃない、うん、ね。あのね就職するでしょみんな、うん、一流企業に女の子たち、うん、で実力で入社した人もいるしお嫁さん候補部っていうのもいるの。まあ、ちょっと、うん、ちょっと綺麗な人たちで、うん、あの花会社に花が欲しい、綺麗で入ってきたみたいな、うん、あとやる気ができる、うん、男性社員がやる気ができるから、うん、やる気が出るからってことで綺麗な人って絶対必要なんですよ、うん、会社にはね。でそういろんな方法で会社にっていうのはいろんな就職の方法というかあるんだけど、うん、でその中で普通なわけだから彼女たちは実力でね会えられましたから、うんうん、そうするとね、まあ銀行でも商社マンでも証券会社もどこでもいいですけど1年目2年目に結婚してエリートを捕まえなかったらもうあとちょっと難しいじゃないですか。うん、いや無理か。だってもう6年経ってんだよ。おばさんだよ。ご実家も裕福だったらほら親戚でなんかいい人だってもう28でしょ。28もなかなかご親戚のその、なんだっけ釣り所とか新庄所とか回ってこないですよ、はい、もうアラサーだもん。そっか。アラサー 若いっていうのはもう20前半までですよ。3、4ですよ。じゃあこの方たちね、じゃあ28歳、うん、まあでもあれですよ例えばまあルックス並みでもいいですよ、うん、ね、有名大学、ね、知ってる木月さん35歳でさっき言った条件あるでしょ、うん、この人たちがどっち見てるか教えようか、はいはいはい、この人たちは25までしか見てません。あこのうん、23歳、まあ、短大卒業の21、22でいいんですよ。で、うん、大卒の23、24までそこに決まるの、うん、1年目2年目ですね、うん、じゃあ社会 で25過ぎてたらもうめっちゃ綺麗な人なきゃダメ。800万稼ぐ男性が世にどんだけしかいないと思ってる。まあまあ倍率は高いですよね。うわーって群がってきますから、うん、そう悠長にこんなこと言ってる場合ではない気はするんですけど、このね、28歳のこの既婚のお友達は、うん、もっとストレートに教えてあげた方がいいよ物事。うん、心の中でまたまた言ってる言ってるじゃない。言ってほしいから答え寄せたんですよ。そうですか、うん、じゃあこの放送ですね、うん、ぜひ見せてあげてください。知ってるっ て、そうです。 YouTube も上がるし、ほらこれ誰のことか知らないけどこんなこと言ってたよプロがって、専門家が言ってたよってやめたわよ。すっごい私もうすっごい友達いなくなっちゃうね。そう思うよ。そう思う、ね、それは別に言わなくていいと思うんですけどでも現状ね、現状そうですよ。実際に私はこの条件の男性たちをお預かりするじゃないですか、うん、結婚相談所で、うん、3ヶ月いませんから。一瞬ですよ。一瞬で相手が決まって、まあ、大体、システム上でプロフィールをアップしますよね、うん、でプロフィール例えば年収こうちゃんと書きますよ。800万で35歳まで で身長170以上 で早稲田慶応卒以上、うん、国立で上げた瞬間に1日に申し込みが初日50人は来ます。もしかしたら100来る。でしかもアウェイでもないデブでもないまあまあのイケメンでしょ、うん、そんな男来たらもうすごいからうわーっと来て、彼はもうはいもう28でしょ、はいパサンパシッって切っていく。確かにそれ見てんだから毎日毎日。で実生活でもそうでしょうね。別にほらもちろんモテてるもん。会社に行けばモテ、恋愛経験もない、うん、こんなさ上から目線の28歳の人に行く、うん、恋愛経験ないってことは男の人を見た時に別に普通に合ってるわけでしょ、うんうん、恋愛経験ある人はこういう獲物がいたら掴むもん。でね、多分ね、この年収800万以上になる前にもう
そうなのよ、そういうこと、そういうこと、もうね、あの大体ね、証券会社なんか、そうでしょ、うん、うちの男子たちに聞くと、証券会社なんて大体26、7でも結婚しちゃってるからね。倍率高くなる前に早めにこう先見の目のある方たちにね、そういうこと取られちゃってるからね。そういうことです、うん、だからね、この方たちは結婚相談所に入った方がいいね。どうもね、うん、でどんだけご自分が申し込んでみたらいいよ、この、この条件を枠上げるから私。いや、そう、うん、あの枠を持たせてあげるから、うん、じゃあ試しに30人申し込んでごらんなさいよ、この28歳さんのお友達さん、うん、まずゼロだと思う。あ、そう、うん、ゼロだと思う。でね、この間ね、29の女の子いたのうち、うん、その子はすごかった。1000万以上から6人来たからね。なんでですか？35超えてます。あ、相手が、そっか、うん、あとは、あとは35超えてた、35超えてて、ね、100何人来たのよ、申し込み。へー、かわいい顔してんの。あ、でルックスも波じゃないんだ、うん、女の子がね、うん、女の子がまずすっごい美人、うん、あ、そっか。でまたね、うちの提携してるカメラマン、うん、ね、うん、で、あのファッション誌を撮ってる、読も撮ってるカメラマンだから、まあ、うまいこと可愛い笑顔で、うん、はい、そこ座ってみて、足痛くない、うん、可愛い笑顔とかなんとか言っちゃって撮ってるから、うん、最高のこれまで見せたことないような笑顔が出るわけですよ、うん、で奇跡の1枚2枚を撮って、メイクさんも命がけでメイクしてあげて、うん、可愛い上にもっと、もうね、女優より可愛いぐらいになっちゃって、私それ見た時、うわ、すっごい、これはモテるなと思ったら100何人来ましたよ、3日ぐらいで。その方どうされたんですか？いや、もう今やもうすっごい忙しいよ。1週間で8人お見合いしたんだから。まあ、そうなりますね。土日しかお休みないのよ、土日しか。でね、10時スタート、12時スタート、うん、2時スタート、4時スタートで、6時にうちに来た時は死にかかってたからね。そりゃそうだよね。先生って来て、今日は4人お見合いしたんですけど、ああ、もうお水一杯くださいみたいな感じ。えらい、よくやった、じゃあちょっと報告聞くよって言って、どれどれ、この800万はどうだった、この900万はどうだった、1200、うん、金額だけでいくと1200って感じだよね。うん、でまあその方は順調に、うん、でもまあこの人は順調で、この人はなんでこんなにすごいかっていうと、顔とか見てないもん。顔とかじゃないの、彼女は。年収とか、この家族構成とか中身もちゃんと見て OK しての、ボン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 、こうやって選んでないの、こういうふうに。あ、だからそう、35歳以上もいるし、うん、700万もいるし、うん、600万もいるから100、うん、100何人来たうちの30人を受けたんです。30人すごいよ、30人って29歳で、まあ過去1番か2番だね、のもてっぷり、うん、私もね、あのカメラマンにね、ボーナス払いたいぐらいよね。で彼女ももちろん可愛いんだけど、またそのカメラマンもモテるのよ。うちのね、あのカメラマンたちはかっこいいんですよ、うん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 、かっこいい上に、まあうまいの、笑顔を引き出すのが、うんうん、お仕事ですもんね、うん、でその気になっちゃうのみんなね、うんうん、でしまいにはね、私あのカメラマンと結婚したいんですとか言うの。そうなりますよね。何しに来たのって、あんたたち、あんたたち金払ってうちに来て何しに来たのっていつも叱ってるんだけど、うん、ダメだよ結婚してるからって言ってるんだけどね、うん、そんな感じで。またね、あの可愛い笑顔出たんですよ彼女、うん、でお洋服も私がセレクトした可愛いね、リボン柄のワンピース着てますから、プリップリのウエストに白いリボンで、後ろに手をやって横でこのウエストの細いところを見せて、もうこれ以上のものはないなっていうぐらいの写真撮りましたよ。どんな方とご結婚されるか楽しみですね。いや、もうとにかく私は29歳のこの子には1000万以上の人と結婚しないと女が捨てるよって言ってますから。あ、もうその気になって、その気になってますよ。わかりましたって言ってますよ。もうね、ヘトヘト。でもやっぱり、でも29歳で、うん、だったらちょっと、いるよ、いるけど、うん、170センチ以上で、あ、このね、多すぎるってことですね、うん、全部多いんだよ、全部。800万も来た、早稲田慶応ね、国立以上が来た、
で誰もが知ってる有名企業も来た、うん、で CEO が来ちゃった、うん、ね、弁護士とか、うん、一級建築士とか、うん、そういうことでしょ、うん、で顔は普通って言ってるけど、まあ、普通以上ってことですよね、普通以上ってことでしょ、うんうん、普通っていうのは大体何パーセントって話で、性格まで来てるじゃん。あと家庭も同居も、うん、これも来ちゃってしょ、うん、もう全部全部全部だもん、すごい、みんないいと思ってるよね。ドゥリームなんだよ、ドゥリーム、うん、そうね、夢、みんな、みんながいいと思ってた、うん、一生夢見てな、この子たち。でも大丈夫、稼いでっか、え、本人たち稼いでっか、大丈夫ですよ、うん、だからもう、なんとかなんとか、でも結婚したいんでしょ、で専業主婦になったりパートになりたいんでしょ、あ、だからそれは夢だっつってんの。28歳の既婚の子のことが羨ましいじゃないですか、うん、だから私たちはあなたみたいなみたいなマウンティングされてるんですよ、完全に。あ、じゃあ彼女このアラサーちゃんに、アラサーちゃんに、あなたは羨ましがられてるから、うん、その恋愛経験もないモテない結婚できない人たち、うん、無視しなって、だからこの子が言えばいいんですよ、28歳の子が、うん、結婚式絶対呼んでねってそうだよね、そうだよ、ハーゲもデブでもないですよ、そういう人が現れるわけだから。ねえねえ、私の旦那さんの友達で、うん、こんな人がいるんだけどって言って、うん、この条件で一個だけなんかずれてることを見せてあげる、うんうん、で会いたい会いたい、あ、ごめん、パタンと見せて、あ、ダメだわ、だってこの人同居だってっていう、あ、いいねいいねいい ね、そういうのに2つか3つ、うん、2人か3人用意して、うん、でそのなんだっけ、女子会、うん、大体合コンしたらいいね、合コンね、でほら、みんながバッタバッタ振られていく様子、合コンダメだよ、だってこの人既婚者だもん、あとからご主人とかね、なるほど、既婚者マジでね、うんうん、で入ってって、うん、でこう見せたりして、うん、この人はこうであれって言って、でえ、お付き合いしたいですみたいになったら、うん、あ、でもダメだ、同居だしさ、うちはとか、うん、あの人あげそうだよねとか、うん、年収は700だもんねって言って、うん、え、でも付き合いたいって言ったら、うん、このアラサーちゃんが、うん、え、800万以上って言わなかったっていうふうに言ったらいいんじゃない、うん、その場で、うん、その場で、その男性の目の前で、うん、え、ダメダメ、この子って800万以上じゃなきゃダメなの、でもごめんなさい、失礼しますどうね、これ、これいいよね、でもさ、ね、相当頭に来てるから、まあ、んだと思う、うん、相当頭に来てるわけでしょ、彼女は。だからこれね、喧嘩買っちゃってるだけだと思いますよ。なるほど、うん、でも結婚式呼んでね、楽しみにしてる、やだやだ、そう、とにかくね、世の女性はするからっつって、うん、結婚してない女性は、うん、20代の時にこの彼女たちのようなことをみんな言ってる、吠えてるから今結婚してないんですよ、うん、で30になっても言い続けてるから今の30代が結婚できてないの、うん、いやー、今日の質問いいですよ本当、ね、もう代弁してくれた、ないけど、ね、代弁してくれた、全然なんか、うん、荒沢さんありがとうございます、まあ、多いんでしょうね、でもこう言ってらっしゃる、これさ、だって男性がこの飲みに行ってね、うん、あの居酒屋さんみたいなところに行ってじゃないですか、うん、で私トイレをこう行こうと思っていたら、ここに男が4人いて、こっちに、うん、女が4人いたの、うん、でこっちの4人の男たちが、うん、見て見てブスあっち4人ブスブスとか言ってるんですよ、言ってたの、別々にいたの、女4人男4人、はいはいはい、であのさ、あのでかい声で喋ってるあの女、デブの女、ナンパしてこいよって、やだよ全員ブスじゃん、勃発さんとか言ってんの男が、でもよく見たら、うん、26、7なんですよ、でもあんなババアたち、やだ俺って言ってんの、その男の人たちはいくつぐらいなんですか、だって32、3ぐらいじゃない、もうマラのがジジイじゃんね、そうにも言ってだそんなもんなよ、だから男と女は求めるような、ね、自分を棚に置いといてっていうね、もう自分はこっち置いといてみんな好きなこと言ってるっていうことですね、そういうこと、そういうこと、そうね、もうそろそろ時間ですよはい、植草さんはいろんな、ね、はい、ところどころも書いていらっしゃいます、東洋経済、はい、楽しかったね、東洋経済オンラインでは激変日本の結婚、そしてウィズオンラインは毎週水曜日の20時、婚活戦略女子、その他オールアバウト、シタラスなどでコラム書いていらっしゃいますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、はい、それでは、お相手は植草美希でした、月曜日の夜をお楽しみください、また来週、ごきげんよう、さよなら。